Wow! That father is 天然パーマ。羽田空港です。今日は天然パーマ初の企業オファーをいただいてですね、動画に出演するというお仕事をもらいまして、なんと今から岡山県倉敷市までひとっ飛びしてみようかと思います。もう最近ね、車の旅しかしてないので、久々の飛行機、めちゃめちゃ楽しみ。めちゃめちゃ並んでる、めちゃめちゃ並んでる。僕も並んで中に入りたいと思います。飛行機久しぶりに、よし、あの飛行機だ。ありがとうございます。着席。ありがとう。岡山空港無事到着。おお、目の前にいた。今日よろしくお願いします。平井さんです。もう早速 from 東京から岡山、はい、ピンクタウン、ピンクタウン、桃太郎タウン、桃太郎空港っていう名前に変わったんです。岡山空港が岡山桃太郎空港。桃太郎空港、何年ぶりでしたっけ。僕3年ぶりぐらいでしょうか。3年ぶりぐらいですかね。岡山に来たの3年後に来たら、岡山空港がピンクの空港になって、池さんは嫌いじゃないです、ピンクから。今日僕が来ることを知ってかどうか警察が警備してるみたいなので、なるべく目立たないように行こうかなと思います。さて、今回僕のクライアントでオファーいただきました平井さんですけども、平井さんのやってる根性チャンネルっていうチャンネルは、どういったことを紹介しているチャンネルか教えてください。わかりました、はい。私たちは根性という会社は、はい、コーティング材とか洗車の道具とかを作ってる会社でして、はい、整備工場とかガソリンスタンドとかカーデラーさんとかが使うプロ仕様の、プロ仕様の、はい、トートバッグスとかで置いてるようなではないんですね。ないんですね。 B2B って言われてるんですね。でそれを本庄チャンネルで、その業務用なんですけど、まあその業者さんとかも今だんだん YouTube とか見るようになったんで、はい、そこでそういう道具や、ね、コーティング材を、まあ、紹介していこうっていうことと、そのコーティングの売り方とか洗車の仕方とか技術とか、はい、セールストークみたいなこともちょこちょことこれからアップしていこうかなと。その業界の中で、はい、売っていく方の人たちのための動画を作られているチャンネル。はい、そのセミナーで今池部さんに作ってもらった動画を毎回流してます。そうなんですね。その僕が作った動画、はい、今ここカードでね、はい、リンク貼ってますので、はい、ここからぜひ見てみてください、はい。そんな中で父ちゃんは天然パーマを呼んでいただいた理由って何でしょうか。僕も一応バンライファーとしてプレイヤー側の人間として、はい、一緒に本庄チャンネルの中で教えてくれている洗車のセミナーをね、はい、僕も受けて、うちのエースケをですねピカピカに保ちながら旅を続けていこうかなと思ってるんですけども、そのレクチャーを受けたいと思います。2000のラブホテル安いですね。ああ、白雪姫です。桃太郎もいれば白雪姫もいる。ファンタジーな街、岡山にやってまいりました。ここにいろいろとまあですね、はい、ちょうど水島と小島と、水島は工業 地帯、はい、で小島はジーンズミュージアム、いわゆる縫製ですね。はい、ジーパンとか学生服、作業着とかトライチとかもありますし、はい、桃太郎ジーンズとか。小島、今ジーンズの街ですけどね。まあ、そういう意味ではずっとファッションにこう時代の潮流を作ってきた街なんですね。はい、車が好きな人ってジーンズ好きな人は、そうですね、勝手な肌感覚ですけど多い気がするので。はい、あとさ、平井さん、そういえばジーンズ時の、はい、あのシートカバー作ってるメーカーさんってあれ、あの小島ですよ。そうですよね。で、あのうちの私の母の友達のところの工場さんで、
あれね、多分僕のチャンネル見てる人たちの多くはそのジーンズ地のカスタムやってくれるところきっと知ってると思うんで、実はね、この小島っていうところ全然連絡いただければ、はい、このジーンズの生地で全部パターン作れますよ。ですって、あれかっこいいなと思って、この間カートラジャパンにも出てて、本庄工産で扱っているカーケミカルっていうんですか、はい、は何ていうブランドになるんですか。はい、今一番売れ筋はガラス系のコーティングでグラスネオっていうコーティングが主流で、創世期の頃はポリマーシーラントっていうポリマー何々イコールその車のコーティングだっていうふうなことを多分世間に広めたのは割とうちは貢献してると思います。はい、コーティングで綺麗になった車がたくさん増えてって、はい、それを維持しようとする洗車は伸びるんじゃないかと、なるほど、ということでウォッシュマンっていう洗車の道具を開発しました。そこに特化されているのが本庄工産、それをレクチャーしているのが本庄チャンネル。本庄チャンネル、本庄チャンネルですね。ぜひ本庄チャンネルでは地元岡山の可愛い女の子ですね、はい、モデルさんをと契約しまして、目指せ車の美容師っていう、一人の女の子が洗車のスペシャリストになるまでのロードマップを、はい、それをね、放送してます。いいですね、はい、僕のチャンネルにはあんまり女の子出てくることないんでね、楽しみですね。もうすぐ到着です。今日のスタジオに到着します。スタジオですね、はい、バンライパー池さんとメカニックアイドルメカドルゆきさんのカップですね。今日は女性と私はコラボできるんですね。女性整備士ですよ。あら、期待大、楽しみです。さあ、今日のスタジオになります。本庄工産に到着です。わあ、失礼します。はい、社長室行ってもらって、社長室、社長室来ちゃった。今日ね、実践で使わせてもらう、これがウォッシュマンっていう洗車のグッズシリーズですね。これね、ウォッシュマンシリーズって言いますけども、実は洗車をしている動画もね、僕のチャンネルにあるので、今カードが右の上に出てますんで、そちらの動画もよかったらぜひ見てください。ウォッシュマンスタジオ来ました。ここが平井さんウォッシュマンスタジオ、まあ、いわゆる洗車 のセミナーとかをやるステージになっているところですね。ここでメカニック TV のメカドルさんとコラボしてもらうということで、楽しみ。今日はメカニック TV の撮影に、メカドル今日一緒に共演させてもらいましたメカニック TV
のアイドル、メカドル。メカニックアイドル。メカニックアイドル。でもね、今年30歳だから、もうアイドルとか言ってらんないなとは思ってるけど。大丈夫、大島優子は31歳だから。メカドル、みんな覚えてくれるメカドル。まあ、車に困ったこととかあったら、メカニック TV を見て。そう、整備の仕方とか、いろいろやってる。そうね、僕の車、バンライフの人いっぱい見てくれてると思うので、なんか車の整備系で勉強したいなとかね、見てみたいなと思ったら、メカドルが出てるメカニック TV。こちらを見てください。今日は、一緒に共演してもらいました。岡山まで来ちゃったね。岡山まで来た。僕たち東京から遠路はるばる、ね、桃太郎の、彼女のチャンネルと本庄チャンネルで今日の動画を見てもらうことができますので、完成したらまた教えます。よろしくお願いします。今日はどうもありがとう。ありがとうございます。さあ、全部クラックアップしました。はい、今日は一日お疲れ様でした。おかげさまで、いいものが取れましたね。楽しかったですね、めちゃめちゃね。いや、もう破壊力抜群のあの麦になってますから、すごい楽しみ。業界ひっくり返すぐらいな、僕たちはイノベーションを起こせるのでしょうか。本当ね、すごい今日一日楽しい撮影できました、はい、僕の方はメイキングです、はい、なので本編は、はい、公開しましたらまたご紹介するので、はい、ぜひ僕とそれから今日一緒に参加してくれたメカドルが出てる本庄チャンネル、それからメカニック TV、 ぜひみんなも見てください。というわけで、父ちゃんは天然パーマでした。さようなら。Dude, that father is 10 年 permed